皆さんこんにちは、あぜんちゃんです。ということで本日の更新でエキサイティングプレイヤー第1弾登場しています。さあ、私はですねこのラインナップを見た時に衝撃を受けました。まあ、もちろんエキサイティング全選手のね登場ラインナップ確定しているんですけど、まあ、今回リアタイ目線でいくとね、まあ、トップ5の、注目選手、まあ、大山選手、牧選手、サンタナ選手、オスナ選手、トコダ選手、まあ、多分大体この5人が、まあ、注目度高くなってくるんですよ。まさかの5分の4第2弾ということでね、いや1弾これぶっちゃけ引かなくてもいいんじゃないかなっていう、まあ一番注目度高いのは、まあ、オスナ選手あたりかなとは思うんですけど、ぶっちゃけ通常のフルスイングもまあまあ強いんでね、いやーこれはねちょっと1弾と2弾の格差相当あると思います。まあ、スカウト内容はいつもと同じ、3回目で S ランクのエキサイティング第1弾確定、6回目は自チーム確定ということで、まあ、60連回すと確実に欲しい選手は手に入ります。まあ、あとは超自チーム S 狙い撃ちスカウト、まあ、これはねグランドオープンの時に登場した選手のピックアップです。まあ、あんまり引かなくてもいいかなっていう。でイベントがプロスピタワー、なるほど、報酬で S ランクエキサイティングプレイヤー契約書第1弾をもらえます。まあ、あとはマンスリー来てたりミキサー来てたりなんかイベント来てたりっていう感じですね。まあラインナップ的には絶対2弾の方が豪華なんですけど、まあ、1弾も見ていきたいなと思います。それではラインナップ見ていきましょう。まず阪神が近本選手です。完全総力型、ステータスが上がっているんでミートとパワーがね A と B に乗っていて、見栄えがめちゃめちゃ良くなっています。まあ、センターも A、まあ、これも守備も硬いですね。ちょっと肩はかなり弱いけど。で特殊能力超阿部比チャンスメーカー熱気、通常はね第3得の盗塁なんで、もちろん盗塁よりは、熱気の方が強いんですけど、まあ、近本選手もねそんなに強振で打たせるっていうよりも、まあ、アベレージヒッターが出た時にもうミート打ちして、まあ、盗塁とかしたりしてチャンスを広げていくっていう使い道、まあ、もしくはもう守備要員で使った方がいいので、まあ、無理にそのエキサイティングである必要もないかなっていう、まあ、通常でも正直いいんじゃないかなと思ってます。続いてカープ島内選手、球威が77、制球が74ということで、通常では乗せれない球威 A 狙うことができます。球種が全部で5球種、一応スラカットですけどどっちも F で3-2なんでそんなにあんまり強くないかなっていう。で特殊能力超剛速球タイピンチ熱気、第3特の普段であれば伸びだったんですけど熱気に変わっています。まあ、伸びも強いんですけど、まあ、熱気も強いんでね、まあ、そこはあれなんですけど、そもそもあんまりこの球種だとリアタイで使われないんで、まあリーグ勢というか、まあ、純正のリーグでね、まあ、球威足りないとかがあった場合にこの島内選手っていうのは必須になってくると思うんで、まあ純正向けかなと思います。続いて横浜東選手、制球が82の A、 スタミナが78ということで小5でねスタミナ A 乗せることができます。ただまあこれに関しては通常でも乗せれるんで、まあ、そこまで変わりないかなっていう能力に関しては。で球種が全部で8球種、まあ、ツーシーム C2、スラカットの変化量が4と2、まあ、結構いいですよね。まあフォーク系持ってたらもっと強いんですけど。で特殊能力超コントロールキレ熱気、通常はタイランナーなんで、まあ、これは完全にエキサイティングの方が強いです。ただ東選手も純正以外だとそんなにリアタイでは使わないんで、まあ、ぶっちゃけ通常でもいいかなっていう。エキサイティングになったところでそんなにステータスもね、変わるわけではないんで、まあエキサイティングである必要は、まあ、特別ないかなと思います。続いて巨人門脇選手、弾道が中弾道完全総力型、まあ、エキサイティングでステータス上がっているので総力 A には乗せやすくなってます。でなんといってもやっぱりこのサードショート75、これは貴重ですよね。なかなかサードショートどっちも B っていう選手いないんで、まあ、守備要員では結構強いかなっていう。で特殊能力超流し打ちチャンスメーカー熱気、まあ、特能悪くはないんですけどね、まあ、結局守備要員ダイソー要員あたりにはなってくると思うんで、こちらもぶっちゃけエキサイティングである必要は特にないかなと。まあ、通常で、まあ、でもさすがに出るかな、通常で出ると思うんで、まあ、通常でも十分かなと思います。続いてヤクルトオスナ選手、まあ、一段の目玉はオスナ選手一人かなと思います。弾道がラインドライブでパワー77なんで通常とは違いね、パワー A に乗せることができます。ファーストが C、 グラステが DDB、 まあ、守備能力もね、普通に良くて、
特殊能力超ラインドライブ片目打ち熱気、まあ、通常フルスイングなんでね、まあ、ぶっちゃけ熱気とそんなに上がり幅は変わらないんですけど、まあ、発動率を見た時にさすがに熱気の方がいいんで、まあエキサイティングの方が強いですねと。まあ今回取るなら、うん、オスナ一択かなと思います。続いて中日柳選手、まあ、通常はね球威制球 B なんですけど、まあ、元から A 乗っているということで、まあ、これは非常に大きいですね。球威スタミナ A 同値もしくは制球スタミナ A 同値狙うことができます。まあ、球種もね、まあ、今までとあんまり変わっていなく、まあ、チェンジアップシンカーの使い分けが強いですよと。でコントロール二重丸、キレ熱気、通常のね第三特の分かっていないので、まあ、柳選手純正から見ると結構取ってた方がいいかなと、まあ、リーグ向け、純正向けの、ピッチャーになっています。続いてオリックス、宮城選手です。球威が、デフォルトで乗っていますよと。ただこれに関してはね球威制球 A 同値、まあ、通常でも狙えるんでそんなに変わりないかなっていう。で球種はいつも通りで特能がキレ20丸、コントロール熱気、通常はね、外角なんで熱気の方が強いですね。ただ宮城選手もやっぱりリアタイというよりは、リーグの方が強いんで、まあ、そんなにエキサイティングにこだわる必要はないかなと思います。続いてロッテ種市選手、球威がデフォルトで A、 スタミナもプラス1で A 同値可能ということで、まあ、これは結構使いやすいですよね。で種市選手はツーシームを持っていてフォークの変化量が6で、特殊能力超奪三振20丸キレ熱気、通常は援護なんでもうこれは確実に、熱気の方が強いんですけど、まあ、12球団というよりもやっぱり純正でローテにギリ入ってくるかなぐらいの、そうですね、球種なんで、まあ、12球団目線、そんなに取りに行かなくてもいいかなと思います。まあ、純正はね、取りに行ってもいいかな。続いてホークス周東選手、まあ、こちらはやっぱりね、スペシャルだと、総力プラス1総力 S 狙えるんで、まあ、相当価値は、変わってくるかなと思います。守備能力は、適正がオール C、 裏捨てが EDC、まあ、どうでしょうね今年の周東選手、ここ最近はちょっと不調でね、なかなか試合には出てないんですけど、まあ、センターの適性上がりそうだなと踏んでるんで、どうですかね、まあ、総力 S に乗せれるっていうのはすごい貴重なんですけど、まあ、そこを考えなかった場合は私立以降に期待してもいいかなと、個人的には思っています。で特殊能力盗塁二重丸、走塁熱気、まあ、熱気がついたとて基本的にはやっぱりダイソーで使うのがメインになってくると思うので、まあ、走力 S にこだわらない場合は、まあ、通常でもいいかなっていう、まあ、通常まだ出てないんで出るかはわからないんですけど、まあ、エキサイティングならではの走力 S が、まあ、どう動いてくるかなっていう、そんな感じです。続いて楽天小深田選手、完全走力型、ラインドライブで守備もね多くこなせて、セカンドサードレフトが C、 ショートセンターが D、 裏捨てが CEE、 ちょっとね裏捨てが低いかなっていうストローイング型が、まあ守らせてセカンドサードだとちょっと内野安打とか早急エラー増えそうですね。で特殊能力超チャンスメーカー盗塁熱気、こちらはね結構ありですよね。チャンスメーカー熱気どっちも出た時は、まあ、相当能力上がりますし、通常意外性でしょ、さすがに意外性よりは熱気のがね当たり前ですけど強いんで、純正だったら割とオーダーに入ってきてもおかしくないかなっていう、純正は取りに行っても取りに行った方がいいぐらいの、選手かもしれません。続いて西武殿崎選手、こちらも完全総力型、セカンドは特殊をすると A、 ブラステがオール C、 特殊能力流し打ち二重丸選球眼熱気、まあ、もちろん殿崎選手もね、第三特の通常守備職人なんで熱気の方が強いんですけど、殿崎選手にはねもう過去知りの超高額高弾道セカンド A があるんで、もちろんそっちを使った方がいいです。まあ結局殿崎選手も、現状だったら、守備要員になってくると思うんで、まあ、過去のシリーズもしくは、去年出た TS を使うか、まあ、このね、殿崎選手を守備要員で使うかっていう、ただ守備要員だと守備職人を持っている通常の方がいいと思うんで、こちらもエキサイティングを無理に狙いに行く必要はないかなと思います。そして最後日本ハム加藤選手です。こちらはですねエキサイティングで制球87ということで、称号で制球 S 狙うことができます。これは非常に価値が高い。で球種は、まあ、いつも通りというかツーシームはねまた E に戻っちゃったんですけど、まあ、スラ高速スラ、まあ、こちらの相性がね非常によく、フォークも持っており、特殊能力超コントロール20丸キレ熱気、通常が玉持ちなんで、球持ちもねすごい強いんですよ。強いんですけど熱気も強いんで、まあ、制球 S に乗せれるということを考えると、まあ、エキサイティングの方が、強いかなと思います。はい、ということで
以上がねエキサイティング1弾のラインナップになるんですけど、いやーこの振り分けはね正直やってるよね。あの1弾はですね無料配布が2つあるんですよ。イベントと、ただでもらえる契約書。まあそんな簡単にその注目度の高い選手はあげないぞという意思を感じますね。いやーさすがにちょっと2弾に寄りすぎている。いやー今回やっぱり12球団目線で言うとね正直オスナ一択で、オスナも別にねなんて言うんだろうな、無理して取りに行けっていうレベルではないんで、これがサンタナだったらねもう取りに行けってこう自信満々に言えるんですけど、なんでですね1段スルー2段引いた方がいいと思います。はい、さあということで無料でもらった契約書をまず引いていこうかなと、まあ、まずは S10% から、まあ、S 出ないと思うんでここはスキップして、末金ノイジー、やっぱり A ランク坂本選手ということで、まあ、こちらですよね。まあ、狙いはですねオスナ選手、周東選手あたりがやっぱり一番欲しくて、まあ確定でどっちか取りに行くでしょう。ただ結構もらえるんでちょっと60連のその確定はこういう契約書とかイベント終わって、まあ、あと30連目誰かとかで決めていこうかなと思います。まあ極めにできる選手は多いんでね。さあ一発目は島内選手は逆に極めにできないということで、続いてちょっと40、50、60は後日引きます。ちょっとイベント終わってからやっぱり60連引きたいんで、先に60連引いてイベントで被ったりしたらもう目も当てられないんで、とりあえず30連してと。いやせめてさ注目度の高い選手、まあ、誰が見てもその最初に言った5人だと思うんで、せめて2、3ぐらいで割り振ってほしかったよね。いやこのちょっと分け方はな、悪意しか感じられないな、コナミさんよ。なんでこんな極端に寄せた。だからこそ2段60連確定で誰取るかは結構人によって変わってくると思いますね。やっぱ一番強いのはねサンタナだと思うんですよ。もう12球団オーダーにもう文句なしで入れれるっていう。ただ大山選手もね、 あのプルヒだとはいえあんだけパワー上がるでしょ、第3得の熱気で、で守備 B って考えると大山選手も全然ありなんですよね。で牧選手もやっぱりセカンド一強がいない中でパワー比とはいえど広角の熱気持ちなんで相当パワー上がりますし、床田選手もやっぱピッチャーの中だと一番強いかなっていう、まあオール全動地とか組めますしね。なんでいや2段がクソ豪華だけど1段が正直っていう感じですね。ということでとりあえずこの動画ラストの30連を引いて、終わりたいと思います。まあ、皆さんの感想はぜひコメント欄に書いていってください。さあ S ランク演出は1個なんで2枚引きはなさそうですね。記者も来ないで周東選手でもないと。いやーオスナ引いときたい。オスナ引いたら60連目周東選手かな。さあですよね、来ないよね、 A も来ないか。ということでラスト行きたいと思います。さあ誰だ。おお加藤選手はマジであり。